大きな滝です。広い滝つぼ、そうですね、立派な高さがあると思います。大きいです。日本の滝100選、もう一度上がっていってみます。で、水と一緒に降りてみます。こんな感じです。そして下はそうですね、こういうところです。深い谷の、奥ですね。どん詰まりです。こういう滝でした。